前回のあらすじ、そして物語は続いていく。よし、始めようじゃねえか。まあ、ちょっとまた前回と今回の間に、まあ、ちょっとね、これをね、クリスタルの爪ってやつ手に入れた。まあ、これはまあ後々のに使うかもしれないっていうことで、まあ、とりあえず、まあ、取っとくってことで、まあ、前回は、まあ、第2のダンジョンのボスに遭遇したわけだけれども、まあ、結構いけそうなんだよ。割と。いけそうだから、じゃあ、ちょっとじゃあ本気で倒しに行ってみようかなっていう。まあ、とりあえず誰連れてくかっていうと、そうね、そう、仲間やっぱ必要だからさ。まあ、ちょっと、いろんなことが盛り上がった感じだったじゃん。で盛り上がったから、まあ、誰を連れてくかっていうと、まず芝だね。まあ、当然だよな。幼かったから、オーディン、斬鉄剣を見ましてくれ。タイタン、カーバンクル、瀕死になったらフェニックス、ラム、頼んだぞ。イフリート、当然ですね。ユニコーン必要だな。やばくなったら回復してもらう。ユニコーンちょっと3つぐらい持ってくか。あ、これ持っててもいいな。あー、じゃあ、メテオ。そう、せっかくだからな。どんどんやろうか。グラミが効かねえんじゃねえかな。多分な。あ、誰持ってってないっけ。ちょっとイフリートとシバは、ちょっとツートップ、俺の中のツートップだから、ちょっとあれだね。もうちょっと持ってきたよ。で、まあ、メーカーのカード気になるな、ちょっと。まあいいや。あとどんぐらい持てんだろう。アイテム。あー、結構まだ持てんね。こんだけあればもういけんじゃねえかな。一応持っていく。ユニコーンは持っていこう。あ、フェニックスを持っていくかじゃん。そうだな、フェニックスを持っていこう。シバはちょっと3回ぐらい。シバ、ユリとはちょっと俺の中でも株がめっちゃ上がってるから、3回ぐらい。あとはもう、殴るかな。エリフさん持っておくか。あとは、ヘイスト、あ、バイオバーストいいか。よーし、装備は整った。このみんなで勝ちに行くぞ。さあ行こう。この部屋にも別れを告げる時が来たのかもしれない。もう一回見ていこう。治りを惜しむわけにはいかんからな。ちょっとじっくり見ていくか。このベッドで俺たちは楽しい時を過ごした。ここでたまには野獣的な時を過ごした。そして僕たちは彼を思いつつもどこまでも行くとしよう。さあ勝つぞ。カド。くれーるー。アトラ、大丈夫だ。彼らは待っている。だから今ここに俺たちは蹴りをつけるぞ。始めようか。ガチで行くぜ。さーて、貴様には容赦しないからな。一気に行く。ヘイスト、素早くなった。これによって全ての行動が2分の1になる。まずは暗い。久しぶりだな。さて、氷の裁きを食らうやつだ。ふっ、ダイヤモンドラスト163か。あんま食らねえな。まあいいさ。そうだな、その次は暑い日でもいかがか。燃えろ、激しくいくぜ。うらー、まだまだ終わっちゃいないさ。タイタン、なに、前回1しか食らせなかった。どういうことだ。これは怒りのパワーを、大地の怒り。やるじゃねえか。シュコーン、ポーション飲もう。まずポーションで回復しの次はな、誰でいくかな。ラムーさん、お願いします。裁きのイカたち、
雷すげえ、目が痛い。さあでどうすっかな次はな。バイオバーストいけ。お、食らうじゃん。じゃあ次はメーテオでも食らってみるか。いくぜ、食らえ。うわー、すげえ、痛えなこの野郎。しょうがねえ、エコン、お前の力が必要だ。あとはひたすら叩き潰してやるって。ここでヘイソン切れるだって。マジか、もう一個買っときゃよかったよ。それだったら痛い、寝ろ。貴様に紛れてもらうか。あれやばい、まずあれが来る。頼むぜ、いますかよ。大丈夫か。大丈夫だ、いける、俺たちなら。ぐおいや、やるじゃねえかよ。爪、いや、フェニックス、これ何がどうなんだ、これやったら。よくわからん、フェニックス助けてくれるんじゃないか、もしかしたら。それに期待しよう。くれ、倒そう倒そう倒せ、俺たちはいける、きっとフェニックスが助けてくれる。そう信じて、そう信じていこう。ほら、頼むぞ頼むぞ、よーし来た来た。うおーかっけー、不死身の火炎よ。おお、いいね。まだ負けるわけねえか。なんかすごいの来るぞ。なんだこれは。いけ、マジでダメージ与えとけ。大丈夫だ、まだフェニックスがある。くれ、何が来る。うおー142、あれ食らったらまずいって。あ、むしろフェニックス使っちゃいけなかったな、これは。この時用に取っとくべきだったな。この攻撃が来るからこれ用に取っとくべきなんだ、これは。しょうがねえ、しょうがねえ、フェニックスあと1個、こもねえ。オーディン力を貸してくれ、いけ、ぐんぐんいるか。おお、強えじゃねえかよ。まだ倒れねえの、マジか。鎌倉、ちょっと前頼んだ、守ってくれ。ルビーの光をくれ。おお、これは負けるわけにいかねえだろ。これ負けらんねえよ、いずれも勝ってやるねえか。いずれも勝ってやるぜ。ほら、よし、いいぞいいぞいいぞ。くそが、あれはおそらくどのくらいだ、120近く食らうはず。でそこを見越してのユニコーンを使うか。間に合い、やられるなよ。なんだこれは、マジかよ。マジか、嘘だろ。勝ちたかったよ、勝ちたかったよ。だってさ、かっこいいじゃん、その方がかっこよかったじゃん、演出的には。勝ちたかった。あー、レベル上げすっか、もう体力が足りねえんだ。今160くらい食らったべ。200はないとダメだよ、体力200ぐらいはないとちょっときついだろう。よし、行ってきます。
戻ってきたぞ。さて、まぁ、ちょっと家で作戦会議しようじゃねえか。ちょっと落ち着いた場所に行きてえからな。レベル上がったぞ。めちゃくちゃ上がったべ。こんだけあればもう完璧だろ。奴の攻撃はどんなものだろうとも、まぁ、最大食らっても160ぐらいだろうからな。まぁ、とりあえずそれはどうにかなるとして、さらに、チョコバはね、ちょっとね、ほら、ちょっとね、進化しちゃったんだよ、こっちも。防衛力118、防御93。なんでかっていうと、まあ、チョコはね、王者の風格を身につけたことによって、まあ、ちょっと慢心していたんだよ、なんか。慢心の心というか。で、それでもう、俺にはもう敵はいないであろうと。なぜなら俺はもうナンバーワンのキングだからっていう、まあ、そういうおごりがあったんだよな。ところが、実際に友達が、アトラ君が目の前で捕まっているのを見て、そしてクレール、ウィズなのかどうかは知らないけれども、彼の命を張った行動を見てチョコバーカーだった。僕は友達を救いたい。そんな時にクリスタルは話しかけた。チョコボよ、そんなあなたに私たちの力を貸しましょう。さあ、その王の子を脱ぎ捨てて友のことを思いなさいと。そしてチョコバは生まれ変わったのだ。さて、行くぞ。奴を叩きのめしに、友達を救うために、チョコボは行く。だ！